も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はガズメロやっていこうと思います。このガズメロっていうのは一体何かというと、世界中にある名曲たちの主旋律のメロディーをこのウクレレで弾くというか奏でるというか歌わせるというか、ウクレレが歌うみたいな、歌ってもらうみたいな、そんなメロディーを弾いていこうぜという、そんなプログラムになっております。今日取り上げる曲はこちら、ドン、バウンディの怪獣の花歌。この歌気持ちがいい歌。歌ももちろん気持ちがいいですけど、これメロディーで弾くのもですね、なかなかすごいことになってますよ。はい。そしてですね、今日はね、このエレキウクレレ GV モデル、かっこいいですよ。これを使ってやろうと思うんですけど、今日はね、皆さんがお持ちの普通のウクレレでも弾けますんで、ぜひ皆さんトライしてみてください。しかも4弦が出てこないんでですね、普通に1、2、3弦だけでできるという夢のような構成になってるんですけど、ちょっと後で解説しますけど、すごい高い音が出てきます。そこのちょっと対処方法もレクチャーするんですけど、ひとまずはですね、今日の流れを紹介していきます。このウクレレでメロディーを弾いていくんですけど、このタブ譜という楽譜、これ独特の楽譜なんですけど、これを見ながらやっていきましょう。これ読み方はね、解説動画概要欄に URL 貼っとくんでね、そこでちょっとマスターしてほしいんですけど、今ちょっとレクチャーすると、一番上の線が1弦2弦3弦4弦ってなってます。数字がですね、フレットの数なんです。ここ見ると矢印書いてあるとこ8858、これ2弦の8フレット8フレット5フレット8フレットみたいな、こんな感じなんです。ここちょっとやってみましょう。 1,2,3。こんな感じです。8858 5858 5888、3弦の0。はい。これは、思い出すのは君の歌。はい。これが A メロということで。こんな風な楽譜なんですよ。面白いでしょ。パズルゲームみたいに、フレットと弦のこの、弦の、高さ、1弦、2弦、3弦、4弦とこの数字で見ていくという、こういう楽譜になっています。これはですね、いつも言ってることなんですけど、パッと見て弾けるっていうことは、まずほぼ不可能なんで、何回も見ながら練習して覚えるしかないです。もうひたすら覚えて、そしてやっと演奏ができるという、そういうね、ちょっとこう、地道な、積み重ねによって弾ける楽譜になってますから。はい。タブ譜の読み方、今一度概要欄にね、URL 貼っとくんで見てもらいたいんですけど、これをですね、この後ガズがこのエレキウクレレ GV モデルを使ってデモ演奏をします。皆さんそこにタブ譜も映しておきますからね。で、タブ譜を見ながら皆さんも練習してもらって、その後ガズが皆さんの伴奏をします。-1といって伴奏だけの動画をつけておきますんで、それタブ譜も出しておきますからね。皆さんは練習していただいたらガズの伴奏に合わせてそれを弾いていくという、そういう構成になっております。いい構成ですね。はい。まずは練習バージョンと、それでマスターしたら今度本番という流れになってますからね。はい。そんな流れでスタートしていきましょう。はい。さっきも言ったように今日は GV モデル。これかっちょいいでしょ、これ。エレキウクレレです。はい。でも普通にコードも弾けるんですよ。ほら。こういうのもできるし、メロディーもこうやって弾くのもいいし。コードも弾けるし、すごくいいウクレレ、エレキウクレレと、-1ではですね、普通の、アコースティックウクレレ、はい、これ G ラボの、ガズモデルですけど、はい、これにですね、両方とも G-BOX ウクレレ専用アンプ、これがめちゃくちゃいいアンプになってるんですよ。 G ラボガズレレでリリースしてる、ウクレレアンプがあります。これで奏でていこうと思いますね。この辺のこともちょっとね、解説概要欄でしておこうと思うんですけどですね。はい、で、今-1ということで伴奏をやるって話したんですけど、はい、弾き語りもやってください、皆さん。ガズレレではもちろんこの怪獣の花歌、レッスン動画取り上げております。弾き語りのレッスンがもう、これもね、めちゃめちゃ気持ちがいいんで。だから弾き語りもやって、このメロディーも やって、こう、なんかこう、ギュッとこう、なんか、チームとかで、一人が伴奏して、二人で歌ってハモって、一人はメロディー弾くみたいな、そんな構成も、アンサンブルも楽しめると思います。どっちしろ、この弾き語りマスターしてほしいなというふうに思います。はい。こっちもよろしくお願いします。もちろん概要欄に貼っておきます。はい。そしてですね、このガズレレ YouTube チャンネル、今日はメロディーラインを弾くガズメロというプログラムなんですけど、通常だとみんな音楽やろうよ、聴くよりやる方が楽しいよ、ということで、超簡単弾き語りウクレレレッスンをやってます。はい。今すぐ音楽やってない方始めましょう。概要欄にガズレレでできるウクレレのスタートの仕方貼っておきます。そこをマスターしてもらうと、さっきの弾き語りとかできるようになるし、これね、初心者の方もこのメロディーから弾くのもいいんですけど、コードっていう概念をね、ちょっとこう知っていただくためには弾き語りやってもらった方がいいと思うんでね。はい、こういうこっちのあっちもこっちも楽しんでいただければというふうに思います。さあ、それではもう早速レッスン入っていきましょう。まずはガズによるデモ演奏、バウンディの怪獣の花歌、ガズメロバージョンやってみる。 1,2,3,4。
のちやってみました怪獣の鼻歌ガズメロバージョン。これ結構いいメロディーですけど、ちょっと今気づきましたかね、めちゃくちゃ高い音が出てました。これどの音かというと、1弦の15フレット14フレット出てくるんですよ。1弦の15フレット14フレットっていうとですね、あのウクレレのあのもお持ちのウクレレによってはね、あのフレットがあると思うんですけど、このウクレレなんかありますけれどもですね、例えばこのいつもガズが使ってるこのガズモデルだと、ここ10フレットまでしかないんです。14フレットってどうすりゃいいのっていうことにもなると思うんですけど、まぁ、ちょっとこのあたりも後でちょっと解説してください。皆さんがお持ちの普通のウクレレでもできる裏技を紹介してますからね。はい。で、今映ってるタブをこれからちょっと画面上にシェアしていこうと思うんですけど、その前にちょっとお知らせ1。はい。いつも使ってるこれね、このウクレレとか、このアンプとか、ガズモデルとか、あの、Gラボのウクレレのポップアップショップが、今週末、お台場、東京お台場、デックスお台場、東京ビーチで、行われます。ショップですんで、どなたでも、参加、自由です。チケットとかいるわけじゃないんですよ。いつでも来ていただいて、もう気になるウクレレ、どんどん試奏してください。そして2日間ともですね、Gラボの若きスタッフ、せいちゃんによる、体験初心者レッスンが行われているのが随時行われてますからね。私わかんないけど教えてもらえるということで行ってみてください。そして、20日21日、2日間開催なんですけど、20日、昼間の時間帯、ガズそこら辺うろうろしてますんで、はい。20日の13時半から、ちょっとマイクを持ってね、プチイベントみたいなのをやろうと思ってます。まあまあ、お時間ある方はウクレレ持って遊びに来てください。Gラボのウクレレ弾きに来てねということで、詳細概要欄貼っておきますのでお願いします。さあさあ、今映していたタブをですね、皆さんにあと見ていただこうと思うんですけど、こんな感じでノートに書いてるんですね。はい。これね、今からこうやって画面にみんなにも映そうと思うんですけど、ガズクラブでダウンロードできるようにしておきます。このガズクラブっていうのは一体何かといって、毎月660円でクラブ活動費を頂戴しまして、この今日の怪獣の鼻歌のタブ譜を含む、ガズメロで今までやってきた結構量ありますよ。タブ譜の楽譜とか、あと弾き語りでやってるもう1000曲以上の楽譜がですね、毎月5曲お選びいただいてお手元にダウンロード、デジタルデータでダウンロードできるという画期的なサービス。しかも、メンバーになるとメンバーだけが使えるアプリがあって、そこの中で楽譜の管理ができたりとか、それとかですね、それだけじゃない。毎月2回、ガズクラブメンバーだけが参加できるもう大セッション大会、ガズ音が行われていたり、皆さんの演奏動画発表できる場所がいっぱいあったりですね、かなり面白いクラブ活動になってます。ぜひガズクラブで、入ってきてください。そしてちょっとこれとは違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってます。こっちはですね、大学ですから、ちょっとね、難しいこともやったりするんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムで毎月590円で、毎週2回のライブ配信による講義。これがすごい。ライブ配信だからもう聞き放題、やり取りし放題ですからね。で、テーマを決めて、ちょっと難易度高い曲とかはね、面白がってやっております。なんで、16ビートとかカッティングできるぐらい人だと面白いかなと思います。ぜひガズレレ大学もチェックしておいてください。で、毎朝7時半から、スタンド FM というね、誰でも聞けるスマホアプリで、ラジオ配信をしております。365日喋ってますよ。めちゃくちゃいいこと言ってるんで、ぜひよろしくお願いします。はあ、今のことをこれ概要欄に貼っとくんでね、ちょっとチェックしといていただいて写していきましょう。はい、怪獣の鼻歌のタブ譜なんですけど、これ A メロ、これ2回繰り返します。これ ×2 って書いてありますからね。こんな感じで写していきます。はい、時間ある方、この通りにメモっていただくといいですけど、まあこれ結構書くの大変ですからね、まあぜひガズクラブで楽譜をゲットしてもらうのもいいと思います。 B メロ一時停止で書いてね。はい、でここがサビでございます。いいんですよ、サビが。はい、でここちょっと書いてあるんですけど、解説するとサビをやったら1回目の終わったらここのブリッジパートに飛びます。でここのブリッジパートはここに書いてあるかける2回繰り返すんですけど、最後だけこのねーでってーってサビに行きます。ねーでってなーなーねー怪獣の歌ってみたいね。でここだけちょっと最後だけ足されます。でサビもう一回繰り返します。でここも同じように2回目の時はここのだーだったーってここに行きます。最後のラストのところ眠れない夜はてれれれれれっていうところに行って、これもちょっとね場所がなくなっちゃったんですけど、まずここをやってここを弾きます。そしたらもう一回上、ここに戻って同じメロディやって、最後の最後はこの一番下の超ギリギリかけたところ、ここまで行ってますということです。ちょっとだから今日見づらい。同じ音がいっぱいあるっていうのが特徴的なんですけど、ひとまずこうやって映しておくので一時停止で書いていってください。こんな感じか。はい。いいですかね。はいはい。これガズクラブでね、ダウンロードしてもらうのもすごくいいと思うんですけどね。まあまあ、ちょっと活用していただければというふうに思います。はい、それではワンポイントレッスンをしていこうと思うんですけど、まずこの歌い出し、ちょっとやってみると。これ3弦のいきなり開放弦が出るんですね。これ結構ね、こうなっちゃうと思うみんな。いや、ちょっと聞いててね。
かる？この開放弦の音と2弦の3フレットの音が、あの、混ざっちゃうってこと。こうなんない方がいい、よくって。はい。音が切れる方がいいんですよ。なんでガズさんのこの親指見ててください。見える？このやるときは僕ね、3弦が鳴らないように親指を押さえて人差し指で弾いてるんですね、2弦を。8858585885ペンペンペン。で、0弾いた後にまた触ってあげて音を止めてます。触ると音って止まるんで。こんな感じです。意味わかる？ねねねねねねねで、触れて止めて、また2弦に行く。これちょっと裏技。和音になんないように。こういう風に響かない方がいいですよね。はい。音が一個ずつちゃんと出る、単音で出た方が、あの、気持ちよくメロディーが聞かれるかなという風に思います。あとはですね、ちょっと同じ音が多いんです。例えば、こんなようなやつとか、この辺はですね、こうタイミングがね、あの、同じ音がずっとタイミング続くっていう方が逆にリズム感がね、要求されるんで、ちょっと奥が深いかなというふうに思いますね。なんで、やっぱりこれはですね、まずあの、大きく言うと、A パターン、B パターン、サビと、ブリッジパートとラストということで、5パターンあるんでね、結構パターンが、あの、曲の中では多いと思うんで、それぞれのパターンを、まずは、あの、別々に覚えていくっていうのもいいかもしれません、というふうに思います。あ、そしてですね、ちょっと言い忘れてた。さっきちょっと言いかけた。15フレットとか14フレットとかどうするんだって話があります。あの、こういうフレットがいっぱいあるウクレレは、こう余裕で届きますけどね。ね。じゃあ、さっきみたいにあの、フレットが10フレットまでしかないウクレレを、じゃあどうしましょう。じゃあ、これでやってみましょうか。やってみますよ。すごいでしょ。はい。ここら辺かなっていうところを押さえてます。これもかなりなんで、音感鍛えられますからね。ちょっともう一回やってみようか。結構すごくない？はい。フレットがなくても音って出るんですよ。皆さん、バイオリンとかビオラっていう楽器知ってますか？バイオリンとかってフレットないでしょ。でも、あれでも音出るってことはウクレレも出ます。はい。ちょっと力ありますけど。ちょっとこれやってみて、フレットないしと。で、これはね、あの、なんとかね、これを弾いてもらいたいなということで、ウクレレで制限されるとちょっと嫌だなと思って、皆さんのウクレレね、もちろんフレットは打ってある方もいると思います。Gラボのウクレレも、ここまでフレット打ってあるモデルを選べたりとか、10フレットまでとか、まあ場合によっては7フレットまでとか、いろいろ選べる設定になってるんですけど、まあまあぜひですね、あの、ちょっともしかしてない方はですね、この指板の上で、なんとなくこう、勘を掴んで、多分だから、ここ10、11、12、13、14、15とかこう自分でこう測っていくとね、このメロディーはわかるじゃん。でーれーだから、かなーみたいな。これでちょっとあのやってみてください。ひとまずは一曲演奏できますから。で、結構この14、15フレットっていうところがあの、バウンディさんの歌もですね、この高い音のメロディーのところがすごく結構なんていうのかな、あの、ポイントってところがあるんですけど、ウクレレでね、1弦で14、15フレットっていうのはね、フレットがめちゃくちゃ狭いから、なかなかいい音が出ないかもしれない。フレットに当たっちゃうからね、ちょっとあの、いろいろ試してみてください。で、やっぱりあの、いつも言ってることなんですけど、これは時間かけて、何回も何回も繰り返して覚えるしかない。パターン1、2、3、今日は5パターンあるんで、いろんなパターンが出てきますけれども、今日も弦が飛んだりとか、いろいろフレーズ、早いフレーズもあるんですけど、まあ最初はゆっくりやってもらって、再生速度を変えられるんですよ、YouTube って。その、どうやって変えたら、どうやって再生か、速度を変えられるかっていうのも、ちょっと URL を貼っときますけれども、下にね。あの、ゆっくり練習するのがいいと思います。そうすると、サビもやってみましょう。こんな感じです。ゆっくりやって、フレーズを覚えて、景色で覚えていく。はい。まずがこれがファーストステップ。で、これができるようになったら、次はビブラートとかスライドとか、ハンマリングオンとか、プリングオンとか、これですよ。この動画が役立つ時がやってきます。ちょっと最初やってみましょうか。かっこいいでしょ？スライド。スライドで、カットしていく。かっこいいでしょ。これスライドで音止めてんの。ビブラート。スライド。とかこれハンマリングオンとプリングオフです。
こういう小技、これは奥が深いんです。この動画で一通りこう解説をしているんですけれども、これはね、どこでこれをやれとか、これをやって入れてくださいっていう指令ではなくて、ここをちょっと入れてみたいなって感じでだんだん入れていくのがいいです。まずはだから基本を覚えた上でできるようになってきたら、ここでちょっとビブラートかけてみようと。例えばクフ15フレット音高い。今日はこのスライドが結構効くかもしれませんね。いろいろフレーズが、歌の感じがこの、でん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 、でんでん、でん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 って、これ切れてる感じがやっぱりかっこいいんでね。ぜひこのテクニック使えるようになるまで、まずは覚えるのが、ですけど、これもぜひ、入れていってみてください。さあ、そしたら皆さんいよいよ本番がやってまいりますよ。マイナスはです。ちょっと練習してもらったらガズが皆さんの、伴奏しますからね。ゆっくりやっていきましょう。じゃあちょっとウクレレを持ち替えます。今日はそのガズモデルを使ってこのアンプで鳴らしていきますから、ちょっとセッティングします。はい、セッティング完了しました。これいい音しますから、ね、ちょっと聞いてみますか。このアンプいいんですよ。これ詳細、アンプの詳細も概要欄に貼っとくんで、ちょっと見てみてください。はい。このセッティングでじゃあ皆さんの伴奏していきましょう。皆さんまず一回深呼吸して、やってみてください。早かったらさっきも言ったけど、YouTube の再生速度をゆっくりしてやるともいいと思います。はい。それではまず深呼吸してやっていきましょう。バウンディの怪獣の鼻歌、マイナスワン。やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。やってみました。皆さんいかがですか。結構ミドルテンポの曲なんですけど、この早いもんね、なんかタタタタンタタンタタ、この結構この言葉の一個ずつのタイミングが早いから、まあその安定感も結構要求されると思うんですけど、まあさっきも言ったように何回も練習するしかないですね。これもうそれしかないんですよ。もうなんかね、裏技がないんです。ただただ慣れていくってだけです。はい、
楽しく覚えていきましょう。はい。そしてさっきもちょっと言いましたけど、これ一人でやる場合はですね、今やったガズさんのマイナスワンのこの動画のところをね、もうどこでも持ち運びしていて、どんどんプレイしてもらいたいと思うんですけど、まあ、例えばお仲間とか家族とか、チームで、こう、一人が伴奏して、一人はメロディを弾いて、あと二人でハモるとか、このね、アンサンプルがいいんですよ。ぜひ、そんなね、いろいろ音楽の形、オリジナルでアレンジしてくださってですね、いいと思いますからですね、楽しんでいければというふうに思います。そしてですね、この今やってるこのガズメロなんですけど、メロディをウクレレで弾こうよっていうこのプログラムなんですけど、結構曲も溜まってきてます。ソングリスト、G メロ、ガズメロ、ソングリストを、ね、概要欄に貼っとくんで、他の曲もちょっといろいろメロディー弾きね、調整してみてください。まあ、弾き語りの方もですね、まあ、このバウンディの弾き語りもやってもらいたいけど、もう本当に2000曲以上の弾き語りの動画があるんでね、引き続き弾き語りの方も楽しみながらこうミックスしていただくのがいいと思います。はい、この本が出ますよ。この本は楽譜の本じゃないんです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本でございます。ご機嫌ガズレレデイズという本で、4月26日に主婦の友社から全国発売になっての予定でございます。ただいま Amazon の予約のリンクをね、概要欄に貼っとくんですけど、皆さんの街のね、書店さんでもご予約できますから、主婦の友社から出るご機嫌ガズレレデイズを予約しますって言ってください。そしたら、ぜひ、これ本当にいい本になってまして、弾き語りやる上で絶対に知っといた方がいいことが山盛りになっております。よろしくお願いします。さあ、今日はガズメロ、このねバウンディのね不思議魅力たっぷりのいい曲、怪獣の花唄をお届けしました。楽しんで音楽していきましょう。さようなら、バイバイ。